茨城県東茨城郡にあった町である。茨城県のほぼ中央に位置し、東京からは約80キロメートルの霞ヶ浦沿岸にある人口約2万人ほどの町で、現在は小美玉市の東南部の地域にあたる。2006年3月27日に東茨城郡実里町と新張郡たまり村と合併して小美玉市となった。かつて、 水戸と東京を結ぶ霞ヶ浦の水運の町として栄えた。昭和後期からは近代農業を主な産業に、お亀納豆で知られる高野フーズ本社などの企業を持ち、住宅地が調和する町で、主な農産業は茨城県指定銘柄のニラのほか大根、小坊などの野菜、水筒ではコシヒカリを中心に生産し、果樹園芸も盛んだった。また、 航空自衛隊の百力地のあるところでも知られる。百力地では2年に一度一般公開の航空祭が催され、この時ばかりは県内外から数万人の人手でごった返し、片側一車線の周辺道路は数キロメートルにわたって渋滞する。行政面では全国でも例のない高く法制定条例を制定し、毎年の町村合併記念式典では親に感謝し、 紅葉を尽くす町民を称えて、賞を授与するなど、緑と安らぎの町として心豊かな人づくりを進めるユニークな施策が行われており、教育、文化の面では、町民のシンボルでもある、小川町温度が小学校教育に取り入れられたり、町内の三大行事である、町民運動会、盆踊り大会、文化祭で、小川町婦人会を中心に披露された。 茨城県のほぼ中央部に位置し、霞ヶ浦の高浜入りの北のほとりで、東茨城軍西南端の町であった。現在は、おみ市の南東部の地域にあたる。北は、みのり町、東は、ほ田町、南に、玉津く町と、玉ま村、西に、石岡市が接していた。地勢は外して平坦で、畑作地と平地林が広がる日立大地が大部分を占めており、 東茨城大地の南端にあり南東部は、行方大地へと続いている。南西に、霞ヶ浦の支流その辺川、北東に、共江川が町域を挟むように南流し、河川低地と谷津と呼ばれる、新宿国は水田地帯である。主な特産物は、ニラ、イチゴ、納豆であった。道路線の日立商船駅は隣接する、たまり村にあった。ありがとうございます。